しては鉄っぽくあらへん。変わった形してるんやけど、ガラスの向こうにあんのは飲み物？文字っぽいもの書いてあるんやけど読まれへん。いらっしゃいませ。なんや今の声、どっからしたんや。効果を投入してください。この箱が喋ったの？効果、お金ってこと？どうかでもいいのかな。さすがに銀貨ぐらいじゃないと。もしかして金貨？でも金貨なんて。豆乳ってこの細い穴、こっちの透明の蓋のあるへこみはようわからんし。あれ、やっぱりどうかじゃダメだったのかな。効果が異なります。機能で効果変換を取得すれば対応できます。え、マジか。ちょっと待ってくれよ。あったあった、ポイント100なら足りる。なんか桁が増えたけど値上げしたわけじゃないからね。あれ、数字が変わってる。千オーア？銀貨1枚なんだ。この世界の通貨単位はオアって言うんだ。高いけど背に腹は変えられないよね。うん、きたー。光った。これも押せばいいのかな。じゃあスープの絵が描いてあるの。うわ、なんや。なんか出た。手を入れたら食われるとかせえへんよね。しないしない。だから早く取ってくれ。このコーンスープは俺のおすすめだから。わあ、すごくあったかい。蓋をひねったらいいのかな。え、いい香り。なんやこれ、美味しい。うちが利用してる飯屋とは比べ物にならへん美味しさや。なんだろう、この嬉しさ。こんなにも喜んでもらえたら自動販売機冥利に尽きるな。あー、もうなくなってもうた。他のもごっつー美味しいんやろうな。この透明なのは水やろうし、ほんならこの明るい茶色の飲み物も飲んでみんとあかんよな。ミルクティーもかなり気に入ってもらえたようで、その後さらにコーンスープを3つ、水を1つ購入してくれた。銀貨6枚、銅貨30枚を稼ぎ6300オア、63ポイント回復したってことか。